ようこそ手塚治虫全巻チャンネルの何がしでございます。今回はですね、鉄腕アトム、こちらをご紹介いたします。手塚治虫の代名詞といえばやはりこの作品でしょう。累計発行部数はなんと1億部以上。漫画は読んだことはないけれども名前は知っているというぐらい国民的漫画であります。そんな鉄腕アトムはですね、今年2021年はなんと誕生70周年というね、記念の節目の年であります。これを機に70年後の真実ということで、知られざる鉄腕アトム、手塚先生がアトムに込めた真の意味をじっくりと解説していきたいと思います。アトムについては有名すぎて案外知らないという方がね多いと思いますし、名前だけが一人歩きしているというのはまあ確かでしょうね。しかしですね、この動画を見れば鉄腕アトムが何なのか、まあ大体わかるんじゃないかなと。そしてアトムが絶対に読みたくなるという内容にしておりますので、手塚ファンであれば必聴の内容でございますし、全く知らない方もですね、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。このチャンネルでは手塚さんの関連情報を配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは鉄腕アトム行ってみましょう。さあ、それでは要点をいくつか絞って解説していきますので、見たいところだけ見ていただければと思います。もちろん全部見ていただくのがおすすめなんですけれども、画面のですね時間表示欄にねスキップできると思いますので、ぜひそちらで、見たいところだけ見てください。まずアトムについてですね、概要をさらりと押さえておきましょう。1952年の4月連載開始されます。そして1963年の1月にテレビアニメが放送開始されまして、この時のですね衝撃というのはチェイサーという漫画を読んだ方がいいと思います。めちゃくちゃ面白いんでね、別動画もご用意しておりますので概要欄にリンク貼っておきます。ぜひこちらもご覧になってみてください。そして1968年3月に連載終了と、実に16年にも及ぶ長期連載作品なんですね。累計発行部数はなんと1億部を超えておりまして、歴代漫画発行部数の第9位なんですね。しかしですね、1冊あたりの発行部数を見てみますと、このランキングが変わります。ちなみに2019年のデータなんですけれども、これはですね発行部数を関数で割ったものなんですね。これをするとですね、1冊あたり何冊売れているかという指標になりますので、純粋に、関数が多いから発行部数が多いというランキングではなくなります。するとどうなるか、1位はですねドラゴンボールで595万部なんですね。1冊あたりの595万部、まあ、すごいんですよねこれね。で2位がワンピース、484万部、これもやっぱりすごいですよね。で3位が鉄腕アトムの476万部なんですね。70年前の作品であるにもかかわらずですね、いかにこの鉄腕アトムというのがですね凄まじい作品であったかということが伺えるかと思います。さあ、それではこのアトムのですね誕生の経緯から見ていきましょう。アトム誕生の経緯ですが、実はアトムとつくだけでもですね、アトム大陸、アトム大使、鉄人アトムと、そして鉄腕アトムにたどり着くまでに実は3度もね変更されているんですね。この最初のアトム大陸というのはですね、1948年終戦間もない、戦争のね爪痕がまだ残る中ですね、手塚先生は原子力の方ですね、平和利用する国の話を書こうとですね、天の岩戸伝説を、SF っぽく書いたものというのが、発端になっております。しかしですね、あまりにもストーリーが大きすぎるという理由で、ボツを食らっちゃうんですね。ちなみにこの構想はですねボツになっちゃうんですけれども、後に火の鳥の黎明編として引き継がれております。しかしですね、とりあえず、このタイトルというのはですね主人公の名前が望ましいということで、まあ、どんな展開で主人公がどんなものなのかというのは全く決まっていない中で、1951年に、アトム大陸からアトム大使と改名して、その場しのぎのタイトルをつけてもう見切り発車しちゃうんですね。でスタートしたもののですね、このアトム大使はですね、連載3回目までにタイトルのアトムというのは一切姿を現しません。というかですね、主人公はケンイチというもうトンチンカンぶりなんですね。もう完全に行き当たりばったりのとんでもないことになってます。そして4回目にしてついにアトムが初登場するんですけども、たった3コマしか出てこないというね。その後に何回か、アトムは登場するんですけれども、消化不良のままなんと連載12回で終了と、いうことなんですね。
ですが思いのほかこの漫画というのは好評で、編集長自らですね、今度はロボットのアトムに注目して再挑戦してほしいというリクエストがあるんですね。ですがロボットが主人公だということによるですね、この冷たさというのを手塚先生は嫌ってそれを却下しちゃうんですね。当時はですねロボットに感情があるというようなね一般認識はなくですね SF という概念すらない時代です。ロボットはねあくまでも物体にしか過ぎなかったんですね。でロボットに血を通わせるにはどうすればいいかというのをですね、手塚先生は考えたそうなんですね。あくまでも愛と平和というドラマを描きたかった手塚先生はそこでロボットにじゃあ家族を作ることで心温まる、ね、ロボットが生まれるという構想を得てようやく1952年に装いも新たにアトムを主人公にしてあの鉄腕アトムがスタートすることになるんですね。ちなみに雑誌の予告ではですね、鉄人アトムが始まりますというふうに予告されていたんですけれども、まあさすがにダサいということで、鉄腕アトムということに、最終的には落ち着いたということですね。ですからあの現在発行されている鉄腕アトムのコミックスはですねアトム大使を第1話として扱っているものがほとんどなんですけれども、これは厳密には正しくないんですね。アトム大使というのはですねプロット的な作品ではあるんですけれども、作中では、あくまでも登場人物の中の一人だったんですね。そしてアトムの第1回目というと、皆さんが思うあのトビオがね交通事故になり天馬博士が息子代わりにアトムを作るというあの有名なシーンが思い浮かぶと思いますけれども、あれも実は違うんですね。アトムの第1回目というのはアトムの両親というエピソードで、後の機体人間というね、エピソードが正式な第1話になっております。講談社漫画全集の方ではですねこちらは第2話にあたり、本当のアトムの誕生シーンというのはアトム大使の中での1ページにも満たず淡々と描かれているんですね。もうびっくりするぐらいあっさり描かれてますからね。じゃあ皆さんが知るあの有名なシーンは何なのっていう話なんですが、あれはですねアトム誕生というお話で、1975年の6月にですねこの誕生シーンだけを独立した話として、製造工程などがねより詳しく書き換えられたものなんですね。しかしですねこの書き加えといえどもですねこの修正はもう元のエピソードを変えずにですねより深く、掘り下げて書き込んであるんで、もう非常に秀逸なもうエピソードになってますよね。まさに伝説的な第1話と言えると思います。エアカーでのねあの事故のシーンであるとか、こう臨場感にあふれてね突然の悲劇というのも伝わってきますし、誕生したアトムの目に潤いが宿っていく姿であったり、まあ、一転してね博士に捨てられて、人間の持つ愛情であるとかこう憎悪を思い知ってしまうというね、人間とロボットとの狭間の感情がこうアトム大使にはない要素としてね、機能していると思います。このアトム誕生の巻はですね、鉄腕アトムの別巻の方ですね、手塚さんの 文庫全集の方と、あとは漫画全集の方ですね、こちらはアトム別巻の方に収録されておりますので、ぜひそちらを、見ていただければと思います。というわけでですね、ここから皆さんのよく知られるアトムになっていくわけですが、ここからは豆知識をいくつかご紹介しておきましょう。まずアトムのモデルはと言いますと、このアトムのモデルはですね憧れのディズニーであるミッキーマウスではとも言われておりますが、実はマイティーマウスであると先生自身が公言されております。そしてですね性格がですね欠点だらけのピノキオから、得てると。出来損ないのロボット、完全無欠ではないというイメージで作られたそうです。あとはですねアトムは女の子という説があるんですが、これはですねあのアトムの容姿というのはですね、これモデルはマイティーマウスと言いましたけれども、原型は自身の作品のメトロポリスのミッチーとされております。ミッチーはですね天使と悪魔の力を持つ女の子なんですけれども、スイッチを押すと少年にも少女にも姿を変えられる手塚先生お得意の両性具有キャラなんですね。ですので、まあ、実際は男とも女とも言えないキャラ設定というのが、まあ、根底にあったわけなんですね。しかもですねこの後年にはアトムというのは本当は女なんですよと手塚先生自身が暴露しておられますね。女のロボットの、つもりで作ったんですと、だからまつげがありますでしょうと、最初は靴を履いていなくて色っぽい足をしているんです、しかし少年雑誌に女のロボットはおかしいし妙にいやらしいという意見が編集サイドから出たため女の子、男の
子という設定にしたと明かしておられます。作者自らがですね公言しておられますように、もともとアトムは女の子という設定だったんですね。初期のアトムをですね、まあ、見てもらえば分かるようにその名残というのを感じられると思います。であとはですね、アトムの指がまあ4本という説があるんですけど、これねよーく見てみますとアトムの指っていうのは確かに4本で書かれているんですね。これはですねディズニーに影響を受けてアニメでね、動かすときに4本だとちょうど5本に見えるんですね。実際に5本で動かしてしまうと残像で6本に見えてしまうそうで、まあ、そこから着想を得て4本になっておると。加えて6分半のアニメを、構成する4万5000枚の、ね作画からですね指1本減らすだけで数万ドルの削減になるという話も、ね聞いたそうで、まあ、こういうコスパ面を含めたところからアトムが4本になったということになっているんですが、実は手塚先生はこれも嘘と公言しておられます。ディズニーの話は本当なんですけれども、漫画原作というのはですね、まあ、動画じゃないんで4本だろうが5本だろうが関係ないんですね。これについてはまあ適当というふうに暴露されておりますね。手塚先生というのは、ね、こう言わなくてもいいこと喋っちゃうところがあるんで、もうね先生マジっすかっていう感じなんですけれども、この鉄腕アトムプロローグ修正というねこの本なんですけれども、全集未収録の解説漫画ばかりを集めた必見の一冊に掲載されておるんですが、他にもですね、こういうネタ以外にこれらの作品の執筆秘話というのはねこれでもかともう暴露されております。これがねまためちゃくちゃ面白いんですよ。これねもちろん手塚先生本人による筆のものであります。例えばですねどうやってこう物語を作っているだとかですね、プロデビュー前のね、石森先生であったりとか、あとは桑田二郎先生、横山光輝先生に手伝ってもらった時のエピソードであったりとか、アトムの絵がこう伸び縮みしちゃうよとかね、 SF の概念がない時代に描いた、作品がデタラメと批判されたエピソードであったりとかですね、まあ、こういう映画に影響を受けたよとかね、そういう手塚ファンならよだれもんのお話ばかりがですね、こうしっちゃかめっちゃかに入ってるという、この本はもうめちゃくちゃ面白いんでね、ぜひ、一冊持っておきたい一品となっております。そして手塚治虫の苦悩ということでですね、面白いのが手塚先生がこう作品に抱える苦悩というのをね、一部始終語られているというところも面白いですよね。アトムの人気につれてですね、どん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 こうアトムが自分の手元から離れていっちゃうんですね。編集サイドからもですね、もっとアトムに人間を殺せとか、暴力を振るわせろとかね、そうすると面白くなると言われて、まあ、自分の意思に反したストーリーを書かされたりですね、時代の流れに飲まれていくという苦悩が見え隠れするんですよね。これはですね青騎士という作品の連載時の時の話になるんですが、周囲の意向に沿った執筆をしなかったということをねとても後悔しておられるようですね。晩年にはですねこれは打作であり僕の好きな作品のトップ100にも入らないというね、もう爆弾発言も飛び出しておりますからね。これはまた別の動画でも詳しく取り上げたいと思っておりますが、漫画とアニメでですね同じ作品でもあるにもかかわらず鉄腕アトムというのはですね、全く違う作品になってしまったと、全く違う作品として、世の中の人に認知されてしまったということをですね先生自身相当悩んでおられました。先生はですね当初からアトムは、未来理想社会、未来科学に対するですね信頼や啓蒙などではなくですね、むしろ科学的合理主義への疑問や警告であると語っておられます。しかしですねテレビアニメ化によってですねこの正義の味方という科学文明王家というテーマにねすり替えられたと、訴えておられるんですね。その原因としましてテレビ番組スタッフへの、原作の理解への浅さであったりですね視聴者の高度経済成長における歪んだ期待と、はっきりと断言しておられます。たかが児童漫画 SF ファンタジーかもしれませんが、手塚先生がテーマとして落とし込んでいた科学の戦争利用であったりとかですね、人種差別といった当時の世界が抱えていた問題に対する警告を、まあ、無視するかのようにどん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 作者の手から可愛い我が子が離れていっちゃうんですよね。僕はアトムを僕自身の最大の打作の一つとして見ているし、あれは名声欲と金儲けのために書いているのだというね、もうとんでもないもう暴言もね、残しておられます。
このアトムに対する、ね、自虐発言というのはエッセイや対談でもたびたび語られる内容でありまして、まあ、確かにこのエピソードからはですね、アトムは変わったとする研究者も多いのは事実であります。確かに手塚先生の、ね、ジレンマ、揺れる葛藤を感じさせる内容ではありますが、人間とロボットとの間に差別が描かれておりまして、かなり社会性が強い作品になってもおります。手塚先生の理想とするアトム像というのはですね、描かれなかったかもしれませんが、僕はですね、そこに手塚治虫が持つ永遠のテーマである人種差別、民族差別、宗教差別、ロボット差別というね、単なる正義の味方だけではない重厚なテーマ性というのをこの鉄腕アトムから感じさせてくれます。僕自身もですね、頃にやっぱり読んでてそういう風に感じた部分もありましたしね、このようにアトムというのはですね、時代の狭間で、ね、揺れ動く人間模様であったり、社会情勢、差別問題などあらゆるものを、ね、飲み込んだ時代の申し子的な作品になっておりまして、まあ今読んでもというよりですね、もう今だからこそ読むべき作品だと思います。大人になってからですね、こう再読してみることでより一層のね、深い部分への理解というのが深められる作品ではないかなと思います。お子様に対してはですね、道徳的な意識であるとか、人を思いやる、心を豊かにする情操教育の一環として、ご家族で手に取って読んでみるのも、よろしいかと思います。でですね、アトムについてはですね、もうたくさんの本がね、いろんな種類出ているんで、まあ、どれを読んでいいかわからないと、どれ読めばいいのってことなんですが、初期の作品については児童漫画の仕様になっておりますので、まあ、昭和初期のおっさん以外の、ね、こう読み慣れていない方であればですね、ちょっとしんどいかもしれませんね。絵のタッチをですね、こうチラ見してみて、自分に合ったタッチのエピソードから読んでみるということをお勧めしたいと思います。あとはですね、おすすめのエピソードとしましては、アトムの誕生、デッドクロス天下、ホットドッグ兵団、地上最大のロボット青岸あたりですね、ここら辺はですね、非常に面白いんでね、かいつまんで読んでみても面白いかなと思います。あとアナザーエピソードもですね、たくさんあるんですけれども、まあ言うときりがないんで今回は除外しております。単行本につきましては、手塚治虫漫画、全集、もしくは文庫全集ですね、こちらが一般的なんですけれども、こちら文庫版はね、もう個人的なあれですけども、すごく小さいんで読みにくいんですよね。こうぐちゃぐちゃっとしてるような感じなんで、もうなるべく大きいものでこう読んでほしいですよね。迫力といいますか、こう躍動感的にね、最低でもやっぱこのサイズです。この、サンデーコミックスのこの大きさですね。しかもですね、これはですね、現代風のね、漫画に読み慣れている方にも非常に読みやすい構成で、普通の方であればですね、こちらから読まれることをお勧めします。アトム大使から読みたいというもうガチ勢の方はですね、文庫版になっちゃうんですけれども、まあそういうややこしいのは、省いてですね、鉄腕アトムを純粋に楽しみたいという方はですね、この鉄腕アトムの、サンデーコミックスの方をお勧めいたします。あと個人的にちなみにおすすめは、先ほども申し上げたこの鉄腕アトムのプロローグ修正という、こちらですね、これはもうめちゃくちゃおすすめしますので、もう素晴らしいです。エピソード自体はですね、もう少ししか入っておりませんが、アナザーエピソードも入っておりますし、このアトム誕生もね、もうしっかり入ってます。何よりこのサイズです。もうビッグサイズでね、もう桁違いにアトムの魅力というのを満喫できる最高の一冊になっております。まずはこちらからチャレンジしていただきまして、興味がありましたら他の作品に手を出していくというのもありだと思います。往年の手塚ファンも納得できる一品ですので、ぜひご覧になってみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アトムにつきましてはまだまだお話ししたいことがたくさんあります。この後はですね、漫画版とアニメ版の違いであったりとかですね、大晦日の日本の子供たちを発狂させたあの衝撃のラストシーンの真実であったり、どれが本当の最終回なのか、実はアトムは3回も死んでいるなどですね、お話ししたいことたくさんありますので、また別の機会にでもお話しさせていただこうかと思いますが、今回はこの辺とさせていただきます。このチャンネルでは手塚さんの関連情報を偏って配信しております。あなたの人生を変える一冊に出会えるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。ではまた次回、次の動画でお会いしましょう。